印刷の品質保証、これでバッチグー。皆様こんにちは。 PDCSX で解決できることシリーズでは、 PDCSX のいろいろな機能をご紹介していきます。今回は印刷標準規格に準拠したレポート機能についてご紹介します。ところで皆様、このようなケースを経験したことはないでしょうか。自社の印刷品質は大丈夫か、確認してみたい。クライアント様へ印刷物を納品する際、 ISO12647-2 またはジャパンカラー2011に準拠した印刷物であることを証明したい。これらのご要望を解決へ導く PDCSX の機能がレポート機能です。レポート機能はカラーバーの測定結果より指定した印刷標準規格に準拠しているかを判定してくれます。またその結果をレポートとして出力することができます。それではレポートを出力するための手順を説明します。プロジェクトテンプレート作成の際、印記設定にて ISO またはジャパンカラーの印記色及び用紙タイプを設定します。プロジェクトテンプレートの名称を ISO またはジャパンカラーどちらか分かるような名称を定義することをお勧めします。 KHSAI のジョブ登録にて適切な印記が登録された PDCSX プロジェクトテンプレートでジョブを立ち上げ、通常通りカラーバーを測定し色調を管理します。基準濃度で印刷完了後、レポート機能を使い設定画面を開き、 PDCSX レポートボタンを押し、該当するジョブ名を選択、 NEXT ボタンを押し、出力したいシートの番号を選択し、レポート出力ボタンで結果を表示させます。こちらがジャパンカラー2011と比較したレポートサンプルです。上部が印刷情報、中間が測定結果平均値となります。下段はオプションでドットゲインの量が確認できます。このようにクライアント様から印刷標準規格 ISO12647-2 またはジャパンカラーに準拠した印刷物であるかを証明する際、このレポート機能をぜひご活用ください。さて今回で PDCSX で解決できることシリーズは最終回となります。ぜひ現在 PDCSX ご使用中のお客様はこの動画を参考にフル活用いただければ幸いです。またこれから品質管理を強化されるお客様は、弊社印刷色調管理システム PDCSX の機能紹介として参考にしてください。最後までご視聴ありがとうございました。